はい、こんにちは、吉原です。今日は2022年3月16日、今チャリで所沢桜タウンに向かってます。まだ一度も行ったことがないので、所沢の住民としてそれはダメだろうってことで今日行くことにしました。で、今10時ぐらいなんですが、午前中に行って一度家に戻って、夜になったらもう一度行こうと思ってます。僕の家から 6.5 キロぐらいなので、チャリで20分ぐらいで着いちゃうんです。今浦戸湖バイパスを浦和に向かって走ってるところです。で、しばらく走って松郷の信号を右折します。はい、この信号です。この松郷の信号を右折します。で、しばらくすると左側にファミリーマートの看板が見えてきます。ここを左に曲がります。ここを曲がればすぐ桜タウンが見えてきます。はい、到着しました。近いですね。桜タウンに入る前にちょっと JR 東所沢駅に寄ってみたいと思います。東所沢駅のすぐ横に大魔神がいるんですよね。なんでここに大魔神？確か小学校2年か3年の時に大魔神の映画を見た記憶があるんだけど、映画館で。かれこれ57年前ですよ。この大魔神、3月27日に撤去されるんだって。まあそれを知ったので今日来たんですけどね。夜の方が迫力あるよね。さあ、それでは東所沢駅から歩いていくルートを紹介しますね。駅を降りて右側に歩いていくと西松屋が見えてきます。この西松屋を左に曲がります。で、突き当たりが桜タウンです。簡単ですね。で、桜タウンの手前に武蔵野樹林パークっていうのがあって、カップルにはおすすめだけど、ここ60半ばの親父が一人で行く場所じゃないよね。
さあ、桜谷に到着しました。チャリを止めるために駐輪場に向かってます。しかしこれ岩だよね。